この間のライブ配信中にスクラッチくじをやったんですけど、1万円が当たりました。100と60での160です。40以上出ればさあ来い。お、90きた。お、嘘盛り上がるこれ盛り上がるわ。やった、放送中に来た。え、計算間違ってないかなこれ。え、これ100なんですよ。で、90なんですよこれ。で、これが60か50か分かんないですよ。60だったら、いや、当たりはもう決定です。200以上なんで当たりは確定なんですけど、これがもし60だったら、1万円ですよ、1万円。250なんで、合計が。1万円です。で、それ、本当に1万円当たったのかなってちょっと気づりすぎて、確定じゃなかったんですけど、確定でした。1万円換金してきました。大輔です。で、その、ライブ配信中にですね、登録者1000人突破しました。ありがとうございます。が、しかし、2人減りました。現在998人です。なんか減ったり増えたりで、1000人到達したら減って、また1000人到達したら減ってみたいな感じで、ちょっと遊ばれてる感じなんですけれども、まあそんな急がずにですね、ゆっくり、1000人行けばいいかと思っております。まあ、目標は今年中に1000人だったんでね。2ヶ月ぐらい早い達成ということで、まあ、ゆっくり気楽に行きたいと思います。まあ、その達成の瞬間、ちょっとご覧ください。キンパさんトーク上手いですよね。仕事の話はよくわからんけど。あ、トークなんか聞いちゃいますよね。あの人の話。なんか上手いですよね。あ、1000人行った!はい。こんな感じなんですけどね。この後また下がって、で、放送終了後にまた1000人行って、で、また下がるみたいな感じで。で、その、ライブ配信のコメント欄にもですね、1000人達成おめでとうみたいに書いてくださってる方いるんですけどね、すいません。減りましたね。まあ、こっからじわじわ増やしていただいて。あとですね、これ1000人を超えると、登録者数の表示方法が変わるみたいで、もうなんか1000人超えた段階で10人単位でしか表示されないそうです。なので1000、1000って表示されて次に上が表示されるときは1010人ってことですね。1010人、1020人、1030人って感じで10人単位で数字が変化していくんで、まあ、かなり長い間1000っていう数値のままだと思います。その10人、20人はポンポン増えないんでね。ということで、皆様のおかげで、まあ、あと私のちょっとした頑張りのおかげで、1000人超えることができました。ありがとうございました。